ここからは道内のお天気です。こちらは道南江差市の様子、ザーザー降りの雨が降っています。この時間道南方面に活発な雨雲がかかっている状況です。警報も出ています。渡島地方に大雨と洪水警報です。さらに八雲町八雲と森町には土砂災害警戒情報も出ています。また奥尻町には暴風警報が出ています。こんにちは。今日の道内は低気圧の影響で広い範囲で雨や風が強まっています。天気のポイントはこちらです。この後も雨が降り続きます。気温も上がらず11月並みの寒さになりそうです。ではこの後の雨の予想を詳しく見ていきましょう。雨雲は全道へ広がって低気圧に吹き込む北風が非常に強まる予想です。この後の予想です。午後になっても広い範囲で雨が降り続き、積丹方面やオホーツク北部で雨足が強まりそうです。この後さらに100ミリくらい雨が降るところもあって、引き続き土砂災害や河川の増水に警戒をしてください。明日朝も雨は止まず、明日日中も雨は降り続きそうです。では今の稚内の様子です。こちら旗が大きく揺れています。現在風速は10メートルを超えています。午後の天気と気温です。この後もほぼ止み間なく雨が続きます。北風が非常に強く吹くため、雨傘よりもレインコートがいいかもしれません。気温も上がらず、最高気温は札幌と旭川で10度と11月並みです。風が強く吹くため体感はさらに寒くなりそうです。変わって今の札幌の様子、こちらも雨が降っていて見通し少し悪くなっています。気温は9度。では週間天気です。今夜から明日にかけては峠や山間部で雨が雪に変わり積もるところがありそうです。平地でも雨が続き、最高気温は今日よりさらに低くなりそうです。札幌も8度止まりと今シーズン一番の寒さ。金曜土曜と寒さは続きますが、日曜日からは気温が上がりそうです。お天気でした。